こんにちは、特急便です。2024年7月8日お昼の12時5分になりました。これから出発します。ちょっとね、日光が上から差してて顔が影になっていてすみません。で、ご質問がいくつか来てまして、2つ答えなきゃいけないのかな、まあ、答えなくてもいいけど生活できますかっていうご質問が来たんですけども、そうですよね、心配になりますよね。売上が1日1000円しかないとか2000円しかないとか、大丈夫ですかってことなんでしょうけども、このままずっと続くと良くはないですね。良くはない。ただ今年全般ちょっと良すぎたんで、多少調節したいってことはあるんで、今微妙なラインなんですよ。ですので、あんまり売上あるよりは、まあ、このくらいがちょうどいいです。それから自宅でたこ焼き屋でもやったらどうですかっていうご意見が来たんですけども、できなくはないですね。ただ飲食店は今個人ではあんまりやらない方がいいんじゃないかな。昔からうどん屋さんやってるとか、ラーメン屋さんやってるとか、まんじゅう作ってますとか、そういうところは近所の方が知ってるからみんな買いに来るんだけども、新しく始めるのはあんまりどうかなと僕は思います。家の中でやるにしても、まあ、改造をしなきゃいけないんですよね。その製造工場っていうか調理場というものを居住スペースと分けなきゃいけないでしょ。で、そこの調理場には必ず調理場専用の手洗い場とか作んなきゃいけないですからね。で、多少改造しなければいけないし、まあ、僕食品衛生なんとかっていう講習受けてます。名前忘れちゃったけど、その講習受けてますから、その講習は行く必要はないんだけども、その改装とかもうちょっと大変だし、飲食店始めるとなると材料もストックしなきゃいけないし、それもある程度さばかないと、古くなったら処分しなければいけませんからね。そういうのを考えると薄屋でやってた方がいいんじゃないかな。薄屋の場合は仕事なければないで、自分たちの生活費がその間なくなるだけですからね。在庫管理がないっていうのはいいことなんで、何もない方がいいです。ですので飲食店はしばらくやりません。はい、では出発します。近畿公園待機です。また今日もここで日向ぼっこをしながら待ちます。2分熟成がなりましたので行きたいと思います。1軒目ドロップ近畿町です。2軒目ドロップ弁天町です。3軒目ドロップ木町です。下伊東寺待機です。4軒目ドロップ下伊東寺です。5ドロップ目、清水です。6ドロップ目、木町です。8軒目ドロップ、大手町です。8軒目ドロップ、井森です。8時前に終わりにしました。今日は5時間56分オンラインにしまして、8件配達しました。報酬が3521円でした。1キロ単価は200円前後でした。移動距離は計測不能でした。運転率は 45% でした。最近 45% ぐらいで頭を打ってまして、もしかしたらこの夏の私の繁忙期の平均は 45% ぐらいなのかなと思い始めました。 70% ぐらいまで行くんじゃないかと楽観視してましたけども、ちょっと諦めます。ではまた次回です。さよなら。